今回は異常現象や怪奇現象に遭遇してもひたすら前に前に進み続ける8番ライクゲーム真夜中10丁目やっていこうと思います。これで真夜中って読むんだね。初見じゃ絶対読めないね。でなんかもう始まってるっぽいんだけど、止まれってあったり、めちゃめちゃ街中なんだよね。でなんか、まあ、突き当たりまで行ったら異常がない場合は右折で、異常があったら左折するらしい。ということでやっていこうと思います。何の説明もなく、もうタイトル画面とかもなんか始まったんだよね。うわー、なんかホラー要素強そうだね。うわ、井戸があるわ。あ、これより先いけない。この井戸とかになんか貞子が覗いてるみたいなあったりすんのかな。なんだ、はっ、ね、かわいい猫ちゃん。あ、かわいい。なんで拾ってあげたい。なんか書いてある。あー、こっちが上みたいな感じで書いてあるの、矢印を。あー、選挙ポスターね。都知事選もあるからね。うん、この子探しています。怖いな。急に行方不明者のポスター。木村健人、出社ゼロの社会を目指す。ダメダメダメ、とんでもない公約掲げちゃってるじゃん。終わるだろ社会が。なんだこれ、絶対に当選しないでほしい。あ、真夜中商店真夜中商店って名前なのに真夜中やってないんすけど。ちょっとやれ真夜中に、絶対に。なんだよそれ。あ、自動販売機もあったりね。いいね。自動販売機ってなんか安心するよね。でもちょっと怖いよね、なんか。なんかちょっと恐怖感じる。待てよ、でもちゃんと見てかないとね。三角コーンが2つ。おうおうなんか矢印あるけどなんか明らかな矢印あるけど。はいはいはい、犬も飼ってんの、こんなとこで。うわ、なんかやばいやつが出てきそうだよね。やばい、犬じゃない何かが出てきたりしそう。待って、ここもちゃんと見とこう。軽トラが止まってて、ゴミ袋が3つあると。はいはいはい。あー、猫ちゃんね。いやー、なんか家族に迎え入れたくなるなー。で、まあ結構綺麗めの家がある。で、泊まれと。なんか書いてあるな、説明が。眩しすぎる。現在真夜中町では不審な現象が報告されています。遭遇した場合にはむやみに近寄らず、ここを左折してください。はい、そうだね。で、異常がない場合は右折、右折、左折。これなんか間違えそうだよな異常がない場合は右ね。で、今は異常がないから右に行けと。なるほどね。工事中。ここは何なんだ。ここも異変が起こんのか。異変というか異常が。でも結構短いね、なんか印象的には短いです。はい、じゃあまあ一回やってみるか。なんかそんな別に難しい感じしない気がする。どうなんだろう、なんかちっちゃくないやけにやけにライトちっちゃくない。こんなもん、まあ、ライトの大きさとかわかんねえよな、もう実際。あ、これでん、あ、動ける。あ、動けた、びっくりした。安定したのかと思った。はいはいはい、これで始まるのね。真夜中1丁目。これ10丁目を目指すってことか。なるほどね。さあ、始まります。待って、この後に公園あったちょっと待って。え？これ待って、これ始まりの場所だよね、これ。え、右に公園なんかあった？あったか。あったんだな、多分。俺もうこのままこうやって歩いていったもんね。うわ、見てなかったよ、右。あ、でも別に異常な感じはしない。普通の公園か？普通の公園だね。遊具も別にそんな変わったとこないし。よし、見ていこう、ゆっくり。なんかホラー要素結構強そうだよね、今回。井戸は大丈夫そう。猫ちゃんは？待って、パッと見大丈夫か？パッと見大丈夫そうだな。あー、猫ちゃんかわいい。唯一の癒しかも、このゲームの。かわいいね。で、木村健人。うん。出社ゼロ。うん、交通安全、行方不明。一緒だね。え？え？こんなとこにお花あった？え？なんか事故かなんかあったのかな、ここで。え？お花あったこれ。うわぁ、見てなかったけど、ありそう。あ、元からありそう。いや、でも、え？いや、気づいてない可能性全然あるよね、俺。足元見てなかったなぁ。もっとちゃんと見るべきだった。ここで取った花をそこに添えたとかじゃないよね。違う花か。違う花っぽい。よかった。真夜中商店ね。
うん、別になんか異変はなさそう。どこのナンバー、どこの国のナンバーだそれ。まあ、自動販売機も普通。うん、いやなさそうじゃない。異変、犬小屋は、うん、これ犬小屋の中に鎖つながってるけど、どういうことなんこれ。これなんか鎖あるように見せかけて放し飼いなんじゃねえのこれ。大丈夫かな、いきなり襲ってくるとかありそう。え、これ異変ないよね。え、ないはず、ないはず。異変、備えてある花が気になるけど、でもあれはなんか別に異変っていう異変じゃなさそう。まあ一回行ってみよう、一回行ってみよう。まあまあまあ、まだ一丁目だからね、もし間違ったとしても。ほらねあの花はデフォルトと。いやちょっともうこの時点であんま自信ないのやばいだろ。いる、え、なんかいるけど、んー、めっちゃ見てきてるけど、うわあ、透明人間、え、何やってんすかこいつ何遊ばないんすか。あ、やばい、これ以上いけないんだよな、もう。おー、びっくりした。わかりやすい異変。やべえ。なんだこれ。C3PO みたいな。ブラック版 C3PO。猫ちゃーん。猫ちゃーん。かわいい。うん、じゃあまあこれ異変ありだな。で、花は元からあるんだな。OK。OK、OK。で、ゴミ箱もちゃんとあるね。はい、OK。うん。で、犬小屋も OK。もう完璧に覚えましたわ。で、これ異変あるから左へ行くと。はい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 。結構分かりやすい異変多いのかな、今の感じからして。はい、これを抜けると。この状況、明らかにもう、ループしてるのおかしいけどね。三丁目。帰ってきた。はいはいはい。いないもん。いないわ。完全にいない。ブランコもしてない、誰も。してないね。こういう文字とか変わったりするのかな、それ変わってないか。大丈夫か、井戸には何もいない。井戸いそうだよね。あー、猫ちゃんかわいいね。俺も猫ちゃんに異変とかあったら泣いちゃうよ。やめてね、それだけは、それだけはやめてね。ん、あ、大丈夫か、気のせいか。一瞬なんか変なように見えたけど、鼻が。気のせいでした。猫ちゃん系の異変はね、みんなも望んでないと思うからさ、俺がなんとか阻止するわ。真夜中商店一緒だね。自動販売機の種類変わってるとか言われたら終わりだな、これ。うーん。秋味。うん。サイダー。うん。秋味ってこれ、ビールだよね。こんな感じで売ってんの？ビールと普通の、なんか飲み物が。自動販売機で、こういう感じでビールって、ビール専用とかアルコール専用のさ、自動販売機なんじゃないのかな？別に異変ないな、これ。なさそう。行きます。さすがにないよね。自転車がなんかバイクに変わってとかないよね。オッケーオッケー。元からバイクだったとかじゃないよね。多分大丈夫なはず。自転車だった気がする。よし、どうだ？はい、来たー！いいよ。順調。暗くて怖いなー、このゲーム。まずやっぱね、ちゃんとブランコと公園は異常なしと。なんかいない？やっぱりいるもう言ってた通りになってんじゃん。いるよ、完全に。貞子では、うわー、びっくりした。え、やめてよ。猫ちゃん。はぁ、冷やされる。あ、かわいい。このゲーム猫ちゃんいなかったらもうやめてる。なんだよ、今の理不尽な襲われ方。ふざけんなよ。まあ、でも異変ありなんだろうな、今のは、多分。何もびっくりした。結構襲われんのか、あんな感じで。でも襲われたけど別に死んではないんだよね、これ多分。何そのかまってちゃんな。貞子ではなかったぞ、でもなんか。おめえみたいなつけてたな。はい、5丁目。もう半分来たよ。いいぞ、いいペース。まず公園から見る。これがルーティン。俺の。公園から確認する。はい、特になし。うん。あいつの家なん？ここは。え？なんか話しかけられてる。もう、なんなん。自分大好きやん、あいつの家だとしたら。あー、猫ちゃんかわいい。あー、描いてんの？かわいいね。めっちゃ自分大好きなんだ。
だって自分大好きないと玄関にあんな自分の顔はんないもんね。いや起きまくってんね、異変が。いいねいいねいいね、わかりやすい。でもホラー度高いね、やっぱこのゲーム。どうだ、これで6丁目、いいいいいい感じ。さあ待って、まず家から見よっか。ルーティーンを変えてみる一回。あ、あいつはいない、よし。あいつのターンではないようだ。で公園は大丈夫そう。うん、猫ちゃんは、あー猫ちゃん、あれ、お、いつもの鳴き方が違った。どっちの方が好意的なんだろう。あー可愛いね猫ちゃん。うん、別になんか何かが起きてる感じはしないな。うん、ないね、ないね、変化ないよないよ。え、待って、なんか全部売り切れみたいになってない、これ。これ赤色全部売り切れなんじゃないの、あれ違う。そんな地味な変化くんのかな。なんか全部売り切れ表示に見えない、これ赤って。え、どうなんだ。いや、さすがに大丈夫か。そんな地味な変化来ないか、今更。多分大丈夫だよね、多分大丈夫なはず。わかんないけど。これでさミスだったら俺結構ショックなんだけど。どう、あ、よかっただよね。あー、もうなんか目がある。あー、もうなんかいっぱいある目が。あー、めっちゃ見てくる。怖すぎだろ、なんだこれ、やばすぎる、気持ち悪すぎる。集合体恐怖症の人とかやばいんじゃない。目恐怖症の人とか、目見れない人とかいるでしょ。俺もあんま人の目見れないタイプだけど。やばい、気持ち悪すぎる。ジョム JDM か、ジョデム、こんなナンバーだったっけ。やべえ、激キモ。控えめに言っても激キモなんだけど、全員についててさ、当たり前のようにさ見るものなのにさ、こんなにたくさんになると怖いものってやばいよな。目って恐ろしいな。その時僕は目の魅力に気づきました。さあ8丁目、え、もうあと2丁目だよ。おい、クリアしちゃうぞ俺、サクッとクリアしちゃいますよ。うん、異変なし。猫ちゃんは、あら可愛い、はい可愛いね。木村健人さん、行方不明ポスターも一緒、うん、花も一緒。え、待って、これなんかなさそうじゃない。いや、まだでも早まんの早いか。待てよ、真夜中商店、オッケー。自動販売機は、うん、この赤表示は別に売り切れ表示じゃないのか。そっか、デフォルトで売り切れてるのか。犬も来ない。え、これない気がする、これない気がするぞ。うん、ちょっと行ってみよう。どうだどうだ、9丁目、9丁目来た、もう行くぞ。いやでも分かりやすい変来てほしいな。これで絶妙なやつとか来たらもう俺やだよ。でも待ってよ、大丈夫か、猫ちゃん。あー、猫ちゃんは10丁目までいてくれんのね。おーい、木村さん、木村さん血の涙流しちゃってるよ。何をされたんですか一体。怖、こういうシンプルなのが一番怖いよな実は。オッケー、じゃあこれで、え、これノーミスクリアじゃない、これ10丁目いったでしょさすがに。どうよ、え、あ、来た10丁目、あ、違うとこになってる。家ってこと、家着いたってこと。ここなん家。え、何、もう当たり前のように主人公さ驚いてもないけど、何毎日やってんのこれ、毎回さ10回ループしてんので、一番主人公がホラーだよ。もう扉開いた、怖いな、なんか、おお怖いな、なんか全然なんか安心感なかった家に。一発クリアだ。これ他にも異変ありそうだな、他の異変もちょっと見てみたいけど、他の異変も見てみたいね。どうだ、おー当たり前のようにループした。このゲームマジタイトル画面とかないから当たり前のようにループすんだよな。ちょっといろんな異変見てみるか。俺あと異変何個あるとか分かんないから、あ、書いてある、未発見の異変26。ちょっと多すぎない、嘘でしょ、26個もあんの。え、
長あまりにも多すぎない？ 26 個すごいじゃん。全然一周では回収できないくらいあるんだな、やっぱ。当たり前のように。うん、ここら辺はなしと。楽しみだな。どんな異変があるんだろう。お、あの箱みたいなの置いてあったか、もともと。なんか猫ちゃんとかにも異変ありそうだな。やだよ、俺やだよ、猫ちゃん系の異変は。マンホールとかもなんか落とし穴になってるみたいな異変ありそう。マンホール落とし穴異変。うん、ちゃんと26個って出んのいいな。毎回出てくれるし、かも。まあこれ多分ないな、異変。よしよしよし。もう異変というかほぼ怪奇現象だね、全てが。怪奇現象が起きまくる道をただひたすら帰る主人公、けなげすぎない？こんななんか錆びてたっけ、ブランコ。なんかそういうなんか変な地味なところに気づき出すんよな、俺って。途中から猫ちゃん、毎回泣いてくれる。猫って喉枯れたりすんのかな。なんか声どんどん低くなってたりさ、しゃがれた声で泣いたりすんのかな。別に声帯を使ってるわけじゃないのか、泣いてる時に。犬とかも。うわ、なに、なに、うわ、なに、なに、うわー、いてー。ふざけんな。なに今。びっくりした。引かれたんだけど。おい、しかも見つけたことになってねえ、異変。今の26個のままなんだけど、避けなきゃいけないの、マジ。何その即死系の異変。びっくりした。急に来るやん、そういうの。めっちゃ派手な異変、急にそんな派手な異変来んの。びっくりしたわ。今までと系統違うくない？だいぶやべえな。音が鳴ったらどうしたいんだ。真夜中の商店。びっくりした。落ちてきた。今のも多分当たってたら死んだよね。おい、綺麗に外れたな。めちゃめちゃ綺麗に外れたけど、外れるようだっただろ今の。ドリフのコントみたいな。よし、こっちから行こう。うわー、怖え。なんか急に怖くなってきた、クリアした途端に。怖い異変多いね。冷静に。うん、何もないか。何もない。やっぱね、突然起きる系の異変怖いね。なんすか。痛い、助けて。ちょっと待って。初見殺しすぎない、それ。ちょっと待ってくれよ。今なんか変化あったんかな、マンホール自体に。今の避けんの無理じゃない。手が出てたりしたんかな、最初から。わかんないって。わかんないって。それは初見殺し系の異変結構あるんだね、このゲーム。今のはちょっとわかんなかったな、さすがに。大丈夫そうか。ねえ、こうちゃん。はい、かわいい。今日もかわいいね。行方不明ポスターが。怖っ、目でかっ。やばいって。こんな姿になっちゃったみたいな話、あの男の子が。てか、マンホールちゃんと見てかないとな、マジで。あれ、マジで初見殺し。ガチ初見殺しなんだけど。さあ。大丈夫か？あんま近づいちゃいけないんだな、ほんとに。待て、よく見ろ。あ、猫ちゃん大丈夫。マンホールは？マンホール見て。大丈夫。なに？なんだ？うわ、なんだ、なんだ？めっちゃざわざわ言ってない？ゴミ袋？動いてる。なんかいる。やばい、なんかいる。もう行こう、怖えわ。マジで、ちょっと待って、このゲーム怖いな。結構いろんなホラーゲーム俺やってるけどさ、なんか怖いんだけど、脅かし要素強めで怖いわ。なんだろう、この怖さ。本来そんな怖くないはずなのに、俺。あの、ポッキーをうならせたホラーゲーム。ビビるポッキー。楽しむ視聴者。果たして、
どこへ向かうのか、この動画は。みんなって基本的に俺がさ、苦しんでたり怖がってる方が嬉しいんでしょ？知ってるよ？だいたいコメント欄の反応見てる限り。やだなぁ、でも。本当に怖いんだけど。俺本当に怖いんだよ。ああ、これはなさそう、異変。てか、マンホール見てなかったね、今。危な！ワンチャンマンホールで死んでた可能性あったなぁ。危ねえ、危ねえ。ちゃんと確認しとかないと。え？え？あったん？今、異変。嘘？マジ？あった今、異変。え？マジか？なんだったんだろう。猫ちゃん。同じ異変に変えて来ないよね。待って、マンホール見ろ。大丈夫そう。今なんか異変あったの？マジで気づかなかった。なんだったんだろう。どういう異変だったんだろう。なんかあのポスター的なちっちゃい異変だったのかな、もしかして。犬絶対来るよな、いつか。絶対いつか来ると思うんだ。これはない、さすがに。止まれが止まるなになってるとかないよね。よし、これはないっすわ。これは自信を持って、ポッキーが自信を持ってお送りする。はい、1。あ、え、揺れてる。誰か乗ってる。おかしいな、無風のはずなのに。しかも片方だけ揺れてる。あいつが乗ってんのかな、さっきのあの透明のあいつが。いやいや、まあまあ楽しんでくれ、ブランコ。まあ幽霊になってもやっぱやりたいことってブランコなんだな、きっと。よし、いいねー、順調に回収できてる。2丁目、楽しいね、なんかこのゲーム。うん、まだ楽しめてるわ、まだね。猫ちゃん、うん、かわいい。今日もかわいいね。待てよ、マンホール、マンホール注意。 OK、 大丈夫そう。でも突然マジで来る系あるから、トラックとかもあれ危ねえよ、マジで。あれで避けなきゃいけないんだよね、多分道の端に。犬は？犬大丈夫そう。なんか突然来そうで怖いよな。大丈夫そうだな。意外と分かりやすい異変多いから、このゲーム。多分大丈夫なはず。だよね？だよね。うん。影こんな感じだった？影なんかこんな、でかかったっけ？この、待って、この影おかしくない？これ。電柱の影じゃなくない？明らかに。木の影してない？木の影してるって。大丈夫か？そういうもんか。猫ちゃん。ちょっと待って、もう一回。なんで？あれが本当の姿ってこと？嘘でしょ？え？ちょっとやめてよ。あれ本当の姿じゃないよね。猫なんだよね。今がおかしかっただけだよね。今がなんかおかしかっただけだよね。よし、4丁目。待って、猫ちゃん確認させて。大丈夫？あー、よかった。なんだ、幻覚かよ。あ、かわいい。焦らすんな、俺は。焦らすんな。はいはいはい。焦ら&すんだ。焦ら&すんな。ん？焦らせ&あん、焦らせ&すんな。どうでもいい。私、どうでもいいことを3回くらい言い直した。すいません。どうでもいいことを3回言い直す実況者で。なさそう、異変。これないですわ、異変。止まれ確認。大丈夫。これいける。これ絶対大丈夫。どうよ。4丁目いったんじゃない？あ、5丁目かも。よーし、いいぞー。順調やね。うん、大丈夫そう。うん、大丈夫そう。猫ちゃん。いや、安心する。私、猫ちゃんが無事なだけで安心するわ。俺、ただ。ただただ。待てよ。マンホール大丈夫か？よし。OK。大丈夫か？見た感じ大丈夫そう。だねー。犬もいない。これ絶対なんか来るんだけどなー、いつか。でもパッと見大丈夫そう。なんか結構大丈夫な回多いね、このゲーム。多分大丈夫でしょ。よし。まあ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 、もうクリアしてるからね。うん。まあ、回収し目的だから。俺は。てか。あ、なんかいる。待って。あー、やばい。あー、これやべえや。完全に降りますわ。
あ、こいつがもしかしてマンホールに俺を、あれか、あ、すいません、ちょっと僕家帰るだけなんで本当許してください。こいつが多分マンホールに俺を引きずり込んだんじゃない？ずっと立てたのかな、もしかしてマンホールの時だとしたら気づかないのやばいな俺。あー間違えた、あー間違えた、左だ行くの、うわー、やっちまった。あれ見逃すやついないだろう、許してよ、そこは許してよ、あれ見逃すやついないって。ねえマンホール大丈夫、許してよそれは。ねえ頼むよ、さすがに頼むよ、これはないな、異変止まれ、うん大丈夫そう。いや今のきついな、間違えたな、まあ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 、クリア目的じゃないからと言って自分に妥協を重ねていく、妥協を重ねていく俺は。まあまあまあ、でもマジでクリアしてるからね。はい猫ちゃん大丈夫か。まあ最初にこうやって見た方がいいんだろうな、だから一旦待てよ、大丈夫か。いやなんかどんどん怖くなってくな、このゲーム。なんかさ、いきなりバーンみたいなパターン多いからさ、超怖いのよそれが。なんか大丈夫そう、うん。まあない時はサクッといけるね。よし行っちゃおう、これ大丈夫でしょさすがに。えてかなんか、うわー何これ、ジャンプとかできない、このゲームできない。VR でこういうのやったことあるぞ。あ、こういうの助かる、面白いこれ。あ、猫ちゃんはちゃんといる、よかった、助けてあげたい猫ちゃんを。なんだこれ面白い、うわーうわ、なに、やばすぎやばすぎ、走った方がいい。え待って、届くこれ、ジャンプできないこのゲーム。えこれも届くか、いくよ、いけ、うわーやばすぎ、よしやべえ、おもろ、今の今の超おもろい、今の辺、今みたいなやつくださいよ、今みたいなやつ、今みたいなやつをね。てか俺結構異変逃してんの、なんださっきから何が異変変わってんだ、俺が逃してる異変はなんだ。冷静に、てかなんかね、怖くてさこのゲーム、これ言い訳じゃなくてね、怖くてなんかあんま長居できない。あのトラックがいきなりさ来たりさ、あの看板おっきな音して落ちてきたりするからさ、怖くてさマジで。なんかこれがね、いい、このゲームのいいところかも。はっ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 恐怖のせいでね、ちょ、うわっ、え何今の、えなんか投げつけられた、ちょっと癒しをください、ありがとう。え何今の、なんか投げつけられたんだけど顔面に、びっくりした、なんなんマジで。もう行こ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 う、よし、はい3丁目。なんなの、顔面にボールぶつけられた、ただやめてよそういうなの。うん猫ちゃんね、待てよ、気をつけろ、大丈夫か、マンホールマジ気をつけた方がいいからな、即死。トラックはもうここで避ける、前に進むか、トラックが来たら、もしさっきテンパっちゃったからな、何が起きたのか分かんなくて、こういう隙間とかもなんかいそうだよね、大丈夫か。うわ怖え、犬とかマジでなんかやばそう。でも大丈夫そうだね、止まれ。いやこれいけそうだな、よし行ってみよう、どうだ、はいはいはい4丁目ね、いいよ、うん。公園は特になし、公園マジで危険、貞子もいない、貞子もどきもいない、猫ちゃんはいる、安心。あなんか変わってる、あーやばい、骸骨が備えられてる、備えてあんのかなあれ、骸骨に変わってる、頭蓋骨か、怖え。こういうの見逃してそうだな俺、足元もちゃんと見ていかないとね。さあ5丁目まで来たよ、
パッと見は？パッと見大丈夫そう。パッと見ね。怖いね。でもなかなかに怖いなこのゲーム。8番ライクゲームの中では今までで一番怖いかも。余裕で、余裕で怖い。怖いね。突然来るからね、演出が。基本静かなのが怖い。しかもなんか予想外のとこで来るからさ、バーンみたいな、それが怖えのよ。あー、さそう。うん、これはね、ないです。行っちゃいます。よし、これ2周目クリアあんじゃねえか。はい、6勝目。パッと見は？もうパッと見来てほしい。え？なんかいない？あ、なに？え、なんすか？え、なんすか、なんすか？え、停電？街が停電した。これ絶対やばいやろ。ちょ、急ごう。街の停電やばい。シンプルやばい。ここは停電してない。なんで？なんでここは停電してないの？逆に。怖すぎ。暗闇ってやっぱ怖えな。まあまあ、でも。襲われるとかがなかったからまだ良かった。7丁目来たよー。大丈夫か？大丈夫そう。うん、パッと見大丈夫そうだね。こっちは？ない。猫ちゃんは？いる。猫ちゃんの変化はやっぱあの1個だけなのかな、さすがに。マンホールは？大丈夫。よし、気をつけろ。全然来る可能性あるからな。油断すんな、油断すんな。俺、犬はいない。これはね、ないです。これなんとないです。ここに来てで、これで8丁目。これまだあるな、これまだいけるな。8丁目、どうだ。うん、大丈夫そう。ん、なんだ、大丈夫か。はい、猫ちゃん。なんだ、なんか音してない？気のせいか。やばい、もう幻聴まで聞こえ始めてる俺。怖え、油断すんな。でもこんなにずっと異変がないことある？こことかも変わってたりしそうだな、いつか。大丈夫？え、なさそう、なさそう。これないんじゃない？これないんじゃない？どう？つらい、つらい。ちょっと待ってよ。マジ？普通にマジで？普通にマジでなかった？普通にマジでなかった？待って。異変回収できないな、じゃあ。え？異変がわからなかった、今。なんだった？ドアノブとかじゃないよね。これはない、さすがに。え？俺なんかちょっと異変。今、何だったの？あった、今。ちょ、何俺見逃してんだ、ずっと。なんか一個見逃してる異変があるってこと、俺。ずっと。これ教えていただきたい。みんなに。猫ちゃんね。おい、何見逃してんだろう。なんかさ、これ絶対異変が出るモードとかないんかな？異変出現頻度。オールにできんじゃん、これ。ノーマル、ハイ、オール。あ、オールにしよう。多分こうしたら全部で出んじゃない？異変。次からかな。まあ、一旦これは異変がないということで、まあ、過ぎ去る。確定異変でちょっと異変見つけよっか。よし、一丁目来たわ。ここから確定で異変があるらしい。何かしら。っていうことでいいんだよね。多分。多分そういうことで OK。気をつけろ。猫ちゃん。異変は絶対なるからな、どっかに。マンホールは？大丈夫そう。花も大丈夫そう。この子も大丈夫。うん。ああ！骸骨の手が生えてる。うわ、俺これ気づいてない時ありそう。うわ、わかんないもんだね、意外と。暗闇だからさ、結構。遠いとわかんないね。音もなく。変化してるパターンあるんだ、そういう感じで。あれ？これついてなかったよな、絶対。あ、絶対やべえわ、これ。灯籠。これ絶対ついてなかったもん。火がついてる、灯籠に。猫ちゃん。ああいう変化もあんだ。あれ、気づいてなかったかもな、俺。で、怖くないパターンのやつもやっぱあるんだね、何個か。
ホラーじゃないやつも。さあ3丁目、あとはここは大丈夫そう。うん、やっぱ灯籠ね、ついてたよね。上のあれはあれでいいんだ。なんかモヤットボールみたいなのついてんなって思ったけど、誰ですか？ここでなんか事故に遭った方ですか？怖すぎ、バレてないバレてない急ごう、先を急ごう、バレてないなんだそれはバレなかった。うわー怖えー。でもあれ襲われてるでしょ絶対、近づいたら。確定で異変あんのおもろいな、これはこれで。うん、猫ちゃんは無事。猫ちゃんの異変はやっぱ一個だけなのかな。あぶねー、あぶねー。あ、こっちのとマンホールじゃないんだ。おいおいおい、へえー、怖えー。おもれー、そういうことか。俺これに引っかかったんだ。手前で引っかかったのか。なるほどね、びっくりしたわ。じゃあ、あのなんか貞子みたいな女の人がいたあのマンホールの前に立ってたのはあれ別別の異変か、あれ。へえ、よう気づいたな今。完全にもうマンホールの異変は終わったと思ったから、ワンチャンもう一回食われててもおかしくなかった。猫ちゃん、どっか異変があるらしい、一緒に探してみて。猫ちゃんもお願い。まだあのトラックとかのやつもう一回来る可能性あるからね。一回死んでるから、あれで回収してないことになってるから俺。え、ある？異変？え？あ？え？なんか音聞こえる。なんだ音これ。どこ？これ、ね、これなんか音が聞こ、背景かこれ。背景だね絶対。なんかおかしいもんね背景。背景と声だね、商品が並んだところの。うわー、これとかも俺気づいてないかい。ありそうだな。6丁目来た。やっぱあるって思ったら見つかるな、絶対あるって思ったら。うん、猫ちゃん、はい、大丈夫か。うーわー頭つるつる。これはやばい。でも意外と気づいてないかい。ありそう俺。これくらいしか見えてなかったら、うわ、見上げてごらんか。うわー、すげえ今の。めっちゃ怖えわ。7丁目まで来た。え？大丈夫か？公園意外ともうないか？あ？あ？気のせいか？なんか一瞬見えたように見えた、目が。猫ちゃん？はい。上は大丈夫。うん、特に何もない。これトラックの予感、トラックの予感。来ない。え、犬か。うわ、うわ、トラックだ、トラックだ。どうしたんだ。おおこれやっぱトラックだったか。おい、運転手不在かよ。なんだ、おい、なんか謎のレバーあるけど。運転手不在のトラックが突っ込んできました。やばすぎだろ。明らかなる殺意を持ってる。8まで来た。まあそりゃ来るよな。だって確定で左行けば終わるんだもん、このゲームを。今は。あ、いますわ。え、これ、あ、そうだ、俺間違えた方に入っちゃったんだこれ。すいません、通ります横。うわ、あの無害なんでね。はい、なんかやたら呪われてんすけど僕。9個か。あとでもこれで8個になるわけね。うわっちょっと待って、めっちゃびっくりしたんだけど今めっちゃびっくり。それは反則だって。もうあそこ入ったら OK なのわ。 OK なのが8番ライクゲームじゃん。え、何やばい、これ近づいたらやばそう。あ、やばそう、怖い。やめよう。え、なんか赤。え、めちゃる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 、助けてください。絡まないでください、僕に。うわぁ。はぁ、あ。
よかった、襲われたかと思った。いやなんかあれだよね、歌舞伎町とかのキャッチみたいな、あんな感じよな、絡まないでくださいみたいな。いやー10丁目ついたわ。あと8個くらいでもまだあんのか、異変。あ、スペースキーでスキップできる。親切なゲーム、めちゃめちゃ親切じゃんこのゲーム。異変回収に特化してるね、いいね。これさすがに最初はないよね、これね、このチュートリアルの時はないよね多分。残り7個、あれ、あ出てるよね矢印。こっからだ、7個回収しちゃうぞー。よーし、なんだ大丈夫か、あやべ、え、あ、血がすっごい出てんのか。うわーちょっとこれトラウマだわ、俺こういうの結構トラウマになっちゃうタイプなのよな。なんかだってさ、公園今度行ってさ水飲もうってなった時にさ、もしかしたらみたいな思っちゃわない？なんかあと髪の毛をさシャワーで洗ってる時に、このシャワーがなんか目つぶって洗ってんじゃん、下向いて、だからもしかしたら水じゃなくて血が出てたらどうしようとか思っちゃうんだよな結構。だから目開けられなくなる、怖くて。その日から一回も目開けてない俺、怖くてね今まで、まだ目開けてない。あ、お疲れ様でーす。うん、あの人ね、商店の管理人さんなのよ、真夜中商店の。久々に見たな。よしよしよし、でさ、3丁目なんかでっかいの来そうだな、そろそろでっかいの来そうじゃない？犬小屋絶対なんかあるからな、犬小屋まだ来てないからな。俺の中の犬小屋センサーが発動してる。犬小屋来るか、ついに。大丈夫だよね。あ、なんすか？シンプルなやつ来たー。あー、単純にね。まあ、そういうのもあるよな。嫌かも、地味に。一回なんか、めっちゃ寝不足の時にああいうので、ああいうのの音で起こされたことあるから俺。めっちゃそれ以来嫌い、ああいう音。防犯の音、車の。なんか寝不足の時に限って外から聞こえてくるよな、ああいう音。うん。大丈夫か？はい、猫ちゃん。そろそろ犬来るか？犬小屋。犬小屋来る？パッと見大丈夫そう。大丈夫だね。犬小屋来るか。おお。犬小屋では、ああ。犬小屋ではない、ああが来た。うん、まあ、あいつがここで飼われてる可能性あるか。ワンちゃん。あいつがここで飼われてる可能性あるな。うん。話し飼いみたいな感じで。で、なんか散歩行くときはこのリードつけてあいつを散歩させてる可能性あるな。この家の主人。可能性あるわ。待って、これ犬来るよね。さすがに一回くらい。どうなんだろう。あと3つだけど、異変は。どうだろう、来るよな。さすがに。うん、どうだ。はい、猫ちゃん。ぱっと見、またないパターンだな。来たか、ついに犬。俺の中で今、犬が熱い。犬小屋が。あっちにいない。来ない。え、何？何これ。え？何これ？は？え、待って、何これ何これ？なんでないの？異変。なんで異変ないの？いや、あるはず絶対。落ち着け。絶対あるぞ。どこだ？どこにあんだ異変？異変ない方が怖えって。逆に。どっかから見てるとか誰かが。違うよね。ああ、見てた。やっぱこれほら、家主もこんな感じでしょ？だから犬もやっぱあいつなんだって、絶対。そういうことじゃないの。なんか、あら、この子自分によく似てて可愛いわ、みたいな。ちょっとでかいけど、みたいな感じで。飼ってんじゃないの？ 6 丁目まで来た。意外とわかんないもんだね。ああいうの見逃しそうだな、普通に。絶対異変があるって分かっててもわかんなかったしな、ちょっと。ねえ、こっちゃん。怖いねえ。またなんもない。これまた犬小屋パターン来たんじゃない？ついに犬小屋か？
あ、ただ吠えるだけ。本当に犬飼ってる。飛び出してくることではないんだ。あーなんだ、ただ犬飼ってるだけだ。うるさいよ、ちょっと夜中だよ、真夜中だよ。ラスト1個だね。異変は、異変自体は、最後の異変はなんだ一体。まあでも完全ランダムだろうから、めちゃめちゃ地味な異変が来てもおかしくない。猫ちゃんはそのままだね。え、なんだ最後の異変。めちゃめちゃ地味な異変とかやめてよ。派手なやつ来い、派手なやつ、すっごい派手なやつ来い。なんか宇宙編とか来い。これは地味なやつですね。はい、突き破って来い、突き破って、誰か出て来い、突き破って。来ない、これ地味なやつです。はい、最後の最後に、最後の最後に地味なやつ来た。オッケー、夜明け全ての異変回収する。まああと2回だからやっとくか。ちょっと死なないようにしよう。何の異変なんだろう。まあもうでもこれ見たことある異変だから、ゼロ個ってなってる。ワオワオじゃないのよ。まあちょっと異変はまあ見ずに、もう見なくていいから、まあ10丁目まで行っちゃうか。ちょっと一応見とく。怖いね、でもなんか襲われたりしたら。なんだろう、もうないんか、出ないんかな。そんなわけないよね、多分出るはず。あーこれか、看板か。あぶねー。オッケー、これで完全クリアと。いや面白かった、ホラー度高かったな。ええ待って、あーびっくりした、びっくりした、びっくりした今。よーし、いや面白かった。いや今までやった8番ライクゲームの中でもマジで一番ホラー度高くて面白かったね。結構凝ってるやつも多かったし。以上、皆さんなんか帰り道ループしてるなって気づいたら異変を探してみてください。で、異変を見つけたら左へ、よろしくお願いします。ということで、ポッキーでした。いや面白いゲームでした。じゃあまた次回の動画でお会いしましょう。いい感じに怖くてよかったね。じゃあバイバイ。